こんにちは、ぺこまです。こんにちは、ちっぺです。マウンテンドクター、終わりましたね。はい、終わりましたね。さあ、皆さん、マウンテンドクター見ていたでしょうか。山岳医を題材にしたドラマということでね、我々界隈では非常に盛り上がってたわけですけれども、今週の月曜日にその最終回を迎えたということでね、はい、なかなか見応えのある最終回だったと思うんでしたけど、うん、どうでした？なんか山岳医療の未来が明るいぞみたいな感じのハッピーエンドで終わったので、すごい見ていて良かったなって思いました。うん、そうだね。まあハッピーエンドはハッピーエンドなんだと思うんだけれども、まあむしろ問題提起的な要素も結構多かったかなって気はしたけどね、うん、結構語ってった部分があって、今の山岳医療の現状みたいなもの、今後どうしたらいいのかみたいなものが結構ねセリフとして語られてたような気がしましたね。ということなので、ちょっとね今日はねこのマウンテンドクターっていうのを見た感想とともに、今後の山岳医の現実みたいなのってどんなところにあるのかなみたいなのを喋ってみようかなと思います。はい、まずマウンテンドクターって見てない方のためにちょっとご説明すると、山岳医っていうのがどういう立場として描かれてるかっていうと、とある病院で MMT っていう山岳医療を専門にするチームが作られたわけですね。でそのチームに所属する医者は現場にヘリコプターに行って山の中の現場で怪我人だったり病人だったりを助ける、そういうお医者さんたちのチームっていうふうに描かれてるわけですよ。でもしかしたらあまり知らない人だと山岳医っていうのはそういうものだっていうふうに思ってるかもしれないです。ただ現実の山岳医、日本においてはそういうものはなくて、このドラマで描かれてる山岳医っていうのはまあなんていうか夢の世界を描いてるわけですよね。うん、そうですね。内科外科とか小児科とかと同じように山岳診療科っていうのがあるわけでは全くありませんね、現実に。現実にはね。だし現場にドクターが行くっていうことは今のところは、まあ、基本的にはありえない。はい、現場で医療をするっていうのも法律的な問題とかもあるしね、その他のいろんな問題があって、日本ではそれは、うん、そういうシステム自体がないから、まあ、現状無理っていう感じですよね。そうですね。なのでこのドラマで描かれている山岳医、マウンテンドクターの姿っていうのは、まあ、現在の日本では存在しない姿なわけなんだけど、いろいろ将来に対してこうあったらいいなみたいなものは、まあ、結構描かれていたような気はしますね。そうですね。なんか私が今回面白いな、興味深いなって思ったのは、そもそもなんでこのテーマのドラマを作ろうっていう発想が湧いたんだろうっていうところでしたね。ああ、確かにそうだね。うんうん、結構この最終回で語られてる内容っていうのは、おそらくあんまり一般の人には知らない内容で、我々山岳医にとっては大きなテーマっていう感じなんだけど、一般の人にとって大きなテーマなのかどうかっていうと、監督さんとかが興味を持ったってことなのかな。そうなのかな。なんか山の、あの医者のドラマは他にもちょいちょいあったりしましたけど、そもそもね、あの登山ブームがすごかった時と比べると今はちょっと衰退して落ち着いてるぐらいだし、なぜ今なんだろうって気もするし、うんね、まあなんかさ、山岳医のドラマって言って想像するのは、なんかスーパーマンみたいなさ出てきてさ、いっぱい人助ける凄腕のなんか人が出てくるっていうような内容をちょっと想像しちゃってた部分もあるけど、そうね、そういうものではなくて、現在の山岳医の立場みたいな、山岳医療、日本が抱えている山岳医療のシステムの問題みたいなところが結構テーマになってるので、うん、なんかね思ったよりも興味深いというか、我々よりっていうとちょっと変な言い方かもしれないけど、まあ果たしてそれをね一般の人が楽しめる内容だったのかどうかはちょっと僕にはわからないんですけど、うん、まあどうなんだろうね、医療監修が入ってることで結構いろいろ変わったりしてんのかね。なんかそういうふうに見受けられましたね。最終回でいろんなワードが出てきたんですけど、山岳医療パトロールっていうワードも出てきた、ね、そうだね。まあ、うん、いろいろ面白いところがあってですね、まあ、今回医療監修、私たちは直接は全然関わってないですけれども、知り合いのお医者さんが何人か、医療監修として関わってます。知り合いの国際山岳医がね関わってますね、はい、そんな中で、ああ彼らがいろいろ監修したんだなって思う場面はもうちょくちょくあるわけですけれども、その中の一つにね、山岳医療パトロールっていう
キーワードがね最終回に出てきてるわけですけれども、はい、我々が主催している事業ですね。この山岳医療パトロールっていうのは、まあ、我々が日本で最初に始めた活動ですので、でこのドラマ内でもなんか小さなカードみたいのを配って QR コードに詳しいこと書いてありますからっていう感じで、そういうシーンがあったんですけれども、これまさに今我々がリアルタイムで実際にやってる活動そのものですね、はい。まあ、それをやってるのは日本で我々だけ、そういうカードを配りながらやってるのは我々だけですので、ああ僕たちの活動がこうやって一般の人にも浸透っていうか、こういう姿が当たり前なんだっていう感じで伝わるのは、まあ嬉しいことですね。あの全然なんだろう、真似されたとか何の許可も取らずにやられたとか、そんな気持ちは全くなくて、うん、僕たちがやっている活動っていうのが世の中に浸透しつつあるんだなっていう気持ちで見てましたけどね。そうですね、あの山岳医療がこのドラマで描かれてたみたいな形では今なかなかできないっていうのが現状なので、そういう世の中を作りたいなっていうことをね、あのずっとこの動画でも多分私たちは言ってたと思うんですけど、そのためにはいろんな草の根活動の一つにやっぱ認知度を上げるっていうのがあるので、うん、こういうドラマで上げてくれるっていうのはすごくありがたいよね。そうだね。あとは最後の方でさ、救急法のトレーニングみたいな感じを航空隊の人たちにやってるっていうシーンもあったんだけど、あれもなかなか面白くて、まず航空隊の人たちにああいうトレーニングが必要っていうのはまさにその通りなんですよ。今日本の現状だと山岳医療として関わる人たち、ああやってヘリコプターで助けてくれる人たちっていうのは医療従事者じゃないことがほとんどなわけですよ、まあ、警察官だったりするので、救急救命士でもない普通の警察官が、まあ、ちょっとそういうファーストエイドとかを勉強してきてるみたいなところが多いんだけれども、それだとやっぱりちょっとね、あの医療介入としては弱すぎる。今回のドラマみたいに医者とか看護師がね駆けつけるっていうのが理想かもしれないけれど、そこは現状の日本のシステムでいきなりそういうふうにはなかなかできない。なんだけれども航空隊の人たちに教育することは多分できるんですよ。で僕たちがね常々言ってることは、そういうことが重要だっていうことを言い続けてるわけです。それがあのドラマの最後のシーンで、そういうふうに表現されてたからすごく嬉しかったよね、うんうん、でさらにね、その表現されているトレーニングの内容がまさにあの僕が関わっている WMA っていう団体のトレーニング内容に非常に似ていると。で、まあ、完全にそれを何ベースにして、まあ、撮影されてるんだなっていうのはもう見る人が見れば明らかなんですけれども、あのそうやって僕たちが関わっているようなことがこうやってドラマとしても表現されているって思うと、あなんかちょっと時代が一個先に進み始めたのかなっていう気がしましたね、うん、そうですね、あのドラマの中でも問題点として触れられてたのが、やっぱり医者が現場に行く必要があるのかどうかっていうことでしたよね、うんうんうん、あの医者は病院で待機していて治療に専念すべきであって、そのリスクを冒して山に入るべきではないとか、入っても意味がないとか、そういうようなことがね、実際に問題が起きましたとかっていう感じでドラマの中で描かれて議論になってましたね、うん、で最終的にはなんかそのお医者さんたちの活動によって我々は救われましたっていう人たちが投票して、この MMT っていう活動がまた再開するみたいな感じで終わってましたけど、うんうん、やっぱり現状その医師が山に入るリスクっていうのは何なのかなっていうと、警備隊の人は当然のようにそれが仕事で山に入るわけじゃないですか。だけどそこにポッと医師が行くのが難しい危険っていうのはやっぱり普段から一緒にトレーニングしてないからですよね。うん、その通り、うん、その医師が山に行くそのものは別にリスクも何もそれは誰だと同じリスクなので特別あの重要視することではないと思っていて、重要視すべきは普段一緒にトレーニングやってない人が急にポンって来られても困るよっていうところなんですよね、うん、なので逆に言えば普段からその航空隊だったりとか救助隊だったりと一緒に活動している医師っていうものが存在するのであれば絶対プラスですね、うん、少なくともまあマイナスになることはないでしょうと思うんですよ、うんうんうん、そうですね。で現状日本のシステムの中でそうやって一緒にトレーニングするシステムっていうのは存在していないので、まあ、実現していないっていうところですね。そうですね。やっぱり、救助に関わっている山岳警備隊の方とか、レスキューを結構やっている山岳ガイドの方の話とかを伺っても、
やっぱり日本のその山岳救助っていうのは搬送する、運ぶっていうことを最重要視していて、うん、医療的な、なんだろうな、ことを考えるっていう余地はほぼゼロだったし、うん、今もそうだっていうふうにおっしゃってます、うん、だけどその搬送まで時間がかかったりもするから、その間に何かできることがあるかもしれないし、搬送手段も評価によって変わるかもしれないしとかっていう意味で、やっぱり行く、医療従事者が行くっていう意味はきっとあると思うんですよね。まあ、そうなんです。医者も行きたいみたいなことを言うと、医者が行って何ができるのみたいな議論に、まあ、基本的にはなるんですよ。で、今までのシステムにプラスに医者が入ることのデメリットの方が多いんじゃないかっていう議論になるわけですよ。だから実現できてない。なんだけれども、それは過去の話になりつつあって、やっぱり現場に医療従事者がいることのメリットもいっぱいあるよねっていう論調に変化しつつはあると思うんですよ。そうですね。で、現実にじゃあどんなプラスがあるかっていうことを細かくここで話すつもりはないんですけれども、もし同等のトレーニングができてるであれば、それいた方が、いるのといないのだったらいる方がいいに決まってるじゃないですか、うん、そこは多分議論の余地はないんですけれども、やっぱり問題になるのは、そのお医者さんをどうやって連れていくの、お医者さんが足手まといになったら意味ないじゃんっていう議論なわけですよ、うん、だからそこをやっぱ一番クリアにしなきゃいけない部分だと思います、うん、で、実際医者とか看護師が現場で何ができるのかっていう議論は、まあ、ちょっとここではしないですけれども、うん、でもできることはいろいろあると思いますし、実際おそらく救命率も下がることはないはずです。まあ上がるでしょうね。そうでしょうね、うん、はい、じゃあ一体どうやったら一緒にトレーニングできるのかっていうのはなかなか難しいんだけど、やっぱり僕たちみたいないわゆるフリーランスの医者、特にこれといった病院とかに所属しているわけではない、で山岳医療に精通している医者みたいな人が、そういう救助隊みたいなところに入る、その救助隊っていうのは、まあ、民間の組織ですね。さすがに消防だったり警察の組織に入ることはおそらく今のシステムは難しいので、民間でしっかりとやっている救助システムに入り込む。まあ、具体的に言えばさ、北アルプスの常駐隊とかがいるわけですよね。そういう人たちは警察なんかと協力しながら、まあ、もう北アルプスで中心的に救助活動を行っている人たちなわけです。その人たちに医療従事者、まあ、看護師さんが一部いたりすると思うんですけれども、まあ、がっつり入り込んでる医者とかは、まあ、いないと。そこにワンシーズン丸々まるっと一緒に常駐するとかいうことができれば、その救助システムの中に医者が入り込むっていうのも現実的にあり得るかなという感じですね、うん、っていうか、まあ、そのぐらいしか今日本ではあり得ないかな。なのでちょっとそういうことにうまく関われれば関わりたいなとかも思いますけどね。そうだね、うん、あとフェコマは山梨の総体協に入ってますけど、うん、 だから警察の方と一緒に会議したり、活動したりとかしてるわけじゃないですか、うん、そうやって、まあ、地元から少しずつそういう輪を広げていく、そういう道を切り開いていくっていうところも重要ですね。そうだね、まあ、山梨の総体協に入ってるからって言って必ずしも出動できるかっていうとね、なかなか難しいんだけど、でもまあ最初の一歩としては全然ありだよね、うんうん、だからもうちょっと未来になって進んでいくと、その総体協に所属している医療従事者が遭難発生っていう連絡を警察が受けたら、その連絡をそのまま医者だったり看護師だったりとかに、こういうのが来てるからすぐ出動できますかみたいなのがすぐ来て一緒に出動するみたいなね、うん、それが当たり前ルーチンですっていう世界が、まあ何年かすれば実現してもおかしくないかなっていう感じですね、うんうん、まあそういう世界をある程度作っていきたいって僕は個人的に思ってるんですよ。やっぱ医療従事者が現場にいることはいいことだって思っているので、うん、なるべくそういう世界に近づけたいって気持ちもあるし、それともう一つは現場に実際に行く可能性の高い人に教育をしたいっていう気持ちが強いですね、うん、やっぱ自分が行ける件数なんていうのは限られてるわけなので、それよりはもう確実に現場に行く警察官の方とか、そういう人はちゃんとした医療知識を持ってもらうっていうのが非常に重要なことかな。そうですね。あともう一つ何か介入今できるとしたら、メディカルコントロールのようなものですかね。そうだね、はい、医者は実際に現場には行かなくても、どっか本部みたいなところから指示を出す、
本来医療行為っていうのは医者の指示のもとやる行為っていうのがいっぱいあるんですよ。看護師さんにしろ救命士にしろ彼ら彼女らがやることっていうのは医者の指示のもとやってるっていう立て付けになったんですよね。でも現場に医者がいなかったらじゃあ何もできないじゃんってなっちゃ困るので、遠隔で指示をしていますという立て付けにするのが、まあ、MC メディカルコントロールっていう体制があるんだけど、それを遭難現場でってなると全然システムとしては整ってないんですよね。これ主に救急車とかね、町の医療のシステムでうまく今動いてるシステムなんだけど、それを山にも応用できる可能性はあるよねっていう話ですね、うん、そうですね、まあ、そういうこと全部含めてこのマウンテンドクターっていうドラマではそういうことがテーマになってるドラマだなっていうふうに感じましたね、うんうんうん、まあさ、正直さ、山の描写だったりとかさ、その医療やってる主義の描写みたいなのは、まあそれはドラマだからさ、そんなに、なんていうのかな、あのすごくリアルなわけではないし、うん、まあそれは専門やってる人から見たら、なんだこの描写みたいな話が、まあいろいろあるわけなんだけど、ただね、あの本質的なテーマとしては、今の山岳医療の問題提起みたいな内容だったから、うん、あ、なんか、面白い切り口だったなってそうだね、テレビで言ってくれたって感じでしたね。うん、そうだね、イケメンとかあの美女がいっぱい出てるドラマでゴールデンタイムのドラマ、うん、でこのテーマ、我々が伝えたい、世に発信したいテーマを発信してくださったって感じですね。そうだね、やっぱり繰り返しになるけど、多分ね、医療監修がうまく入ってんだと思って、うん、あんなに僕たちが言いたいことをちゃんと言ってくれるってちょっとこの分野に精通してる人じゃないとありえないと思うので、あの多分医療監修してくださった先生方が僕たちの言葉を代弁してくれてたんだろうなっていうのは感じましたね、うん、本当にああいう締めの言葉、最終回の締めとかでなんかちょっと全然今の現実と合ってないこと言われても、まあドラマだしねみたいで終わっちゃうけど、今回に関しては本当に現実世界に合っているような言い方で締めくくってたんで、ちょっと見直したっていう感じかな、うん、そこはすごく良かったですよね、うん、はい、話がちょっと戻るけど、現場に医者が行くメリットとかについては多分あの体制さえ整えば絶対にメリットありっていうことになると思うんですよ、うん、っていうのもあの登山先進国のね、ヨーロッパの国とかでは、ヘリでお医者さんが救助隊と一緒に現場に行って、現場で処置をして、患者さんは収容できるけど、じゃあドクターはちょっと待っててねみたいな感じで待ってるとかね、そういうことが行われていて、それで救命されているケースがいっぱいあるわけなんですよね、うん、でそれはやっぱりそのヘリの技術とかそういうのもあるし、普段からトレーニングしてるかっていうのもあるし、あの法律的に現場でどの程度の医療行為できるか、うん、薬の使用とかも含めて、そう、まさにそう、そういうことが日本とあまりにも違うから、うん、それをそのまま今の段階で日本には持ってこられないけど、でも登山先進国では現場に医者が行っていい結果が得られているので、きっと日本でも今後あの体制が整えば行った方がいいっていう結論になるんだろうなっていうのは、まあ、医者が行くのか救命士が行くのかはちょっと分かんないんだけど、海外の場合は救命士が行っても医者並みのことができる、うん、多分実際に言ってるのはね、医者より救命士が多いと思うんだけど、その救命士ができる行為っていうのがね、もう本当医者と同じようなことが全部できちゃうので、うん、北米では結構そうですよね、うん、ヨーロッパは医者が行ってるケースが結構あるみたいですね、うん、なるほど、うん、もう使える薬とかももう全然違う、それは、うん、医者だとしても違う、いろいろ麻薬みたいなものとかね、現場で使えたりとかっていうのがいっぱいあるんで、なかなかね、ヨーロッパとか北米とは全然日本はシステムが違うから、すぐに同じようにっていうのは無理かもしれないけど、でも少なくとも世界には先例があるっていうね、ことで日本も違う形にはなるかもしれないけれども、何かしらより良い形っていうのは絶対に、今より良い形っていうのは絶対にあるかなとは思うのでね、うん、みんなで模索するというか、別にうちらが何か頑張ったから何か世の中が変わるわけではないので、この動画を見てくださっている多分医療従事者の方、山好きの方とかもいっぱいいると思うんですけれども、そういう方もね、そういう良い未来を目指して自分ができることを一歩ずつやっていけば、きっと未来は変わっていくんじゃないかなと思っています、うんうん、ということで、じゃあ今回はマウンテンドクター見たちょっと感想を話してきましたけど、はいはい、まあ山岳医療の未来はなんかちょっとずつ明るくなってんじゃないかなって感じましたね、はい、
はい。ということで、今日はここまでにします。はい、じゃあねー。じゃあねー。